さあそれでは続きをやっていこうと思います。今回はウルトラセブンポインターをダイキャストギミックモデル、ウルトラセブンポインターを作るダイキャストギミックモデルアシェットさんからキット提供をしていただいております。今回39-40巻でございますね。だやっていこうと思います。で39巻何やんのと言いますと、もうなんかいつものセリフだな。エキゾーストパイプの取り付けに、エキゾーストパイプとトラスフレームらしいです。じゃあやってこう。でキットの中身が、あれちょっと待って、あれあった、さっきそこに置いてあった。39こちらですね。中身こんな感じになっております。でやっとこらショットで、前回の続きなので、ちょっともう物がかなり大きくなってきて、机の上に乗り切らなくなってきてるよ。やばいよ、鍋さんの机の上が綺麗すぎてやばいことあんな、落としそうだった。こんな感じですね。やべえマジで置き場がね、ちょっとね、まあね、いろいろキットやってるんでね、どうしてもちょっとこんな感じ、もう言い訳ばっかで、これをここにつける。まあ前回のね繰り返しなところがあるので、テキパキとやっていこうかなと思います。ビスの B を使うよ。 B ってどっちよ、ちょっと待ってよ。ビス B 多い方、このね2袋が多い方を使います。まあなのでね、どうでもいい話をしながらやっていこうかなと思うんですけど、いや、この動画が公開される頃には台風とかどうなってんのかな。梅雨よりも雨が降る、この辺な感じ。土砂降りだったね。でもなんかすごい暑かったから、ね、雨降ってちょっと、まあ涼しいっていう言い方もちょっと違うけどさ、まあ割とでも過ごしやすかったな。ちょっと裏からにじて止める、どこにじて止めるのかっていう感じだったね。だけどもう洗濯物がやばいよねこの時期。ああすいません、全然カメラ映ってないね。これちょっともう大きくなってくると限界があるな、やっぱり。よいしょ。洗濯物がねやっぱ乾かないっていうのはねちょっと困るんだよね。鍋さんちはあれですよ、年中扇風機出しっぱなしだから、冬であろうと夏であろうと室内干し、まあ洗濯干すっていうとね、まあこの話だいぶ前にもしたんですけど、洗濯物干すっていうともう室内干しばっかなんで、こう扇風機の風を当ててみたいな感じで乾かさないと臭くなるからね。で次はこれかな、これを、おお前回とほぼほぼ一緒だな。向きを変えろと、はいはい、向き変えます、向き変えます、向きを変えろと、こう向きにして、はい、こうか、はい、いや違いますね、こうか、こうがで、また右ビス、右なんかね、やっぱり室内干しだとどうしてもそうなっちゃうんだよね。そうしないとね臭くなって、せっかくね綺麗に洗ってるの。あちょっと待って、違う、これやる前にもう一個先にやるもんがあった、忘れてた、危ないんだ。これつける前にもう一個のパーツ、これをつける先に、こちらをこう向き、こうか、これちょっとこうか、こうとこうでこういう感じだね。でこっち側をビス G だね。 G はもうこれで1個しかついてないね、2個入りだけど1個余分なんでね。
いいよ。ひっくり返してここに入れる。でここで閉じる。まだこの状態だと車両自体は軽いな。でこいつなんかちょっとお出かけしたい気分なんだけどな。なかなかそうもいかんな。ああそう、この前ねちょっと仕事の開始時間がすごい遅くて、なんかあれだったね、もうやっぱ年のせいなのかね、やっぱ時間になるとさ、いくら寝てそう身構えててもさね、今日夜ね夜中工事だから、まあねちょっと昼間ちゃんと寝とこうみたいな感じだったけど、やっぱりねダメだね。昼間ねそれでちょっと身構えて夜寝たん、昼間 寝まくったんだけどね、辛くなるからと思って、やっぱり眠いんだよ。時間になると眠くなるんだね、いくら寝てもね。もうでもそのままちょっとね工事だから長引いちゃってさ、昼ぐらいまで、昼過ぎぐらいまでやってたんだけど、まあなかなかしんどかったわ。動きがさやっぱり悪くなるの、自分のすごい気づく。でそうしたらここにこれかマフラー、マフラーじゃないや、これをここにやって、こいつもこれで止める。ふふふ、あいいの、2本出しなんだね。2本出しでもここから2本出しなんだね。これはそのあれかな、あのベース車両からの引っ張ってきてるのかな。今の車って2本出しっつってもさ、あれじゃない、やっぱりその後ろの方でね分かれてくみたいな感じだけど、この時代はもう前からもう2本こういう風に持ってきてるのか。これはベース車両がこうなのかなね、ここからこうさ、今のってこう1本できといて、 この後ろの方からこう2つに分かれて2本出しになったりとかね、だけどどうなんでしょう。でこれが最後に、これは接着剤でつけるよと。プラ同士なんでこれは ABS でいきましょう。ほっ、あやべえかな、あいいか、じゃあ今、あーいや、ちょっとつけすぎ、蓋をして押し、マイト、ペタッと OK。 前回つけてやっぱりこっちはしっかりくっついてるね。やっぱりさすが ABS は ABS 用でやっとちゃんとくっつくね、がっつりくっつくわ。で次で、これが39巻終わりですよという感じですね。で次行きます。40巻、40巻は何やるの。エキゾーストパイプの取り付け3ですね。組み立て方を動画でチェック。ふむふむ、素晴らしい。でこれで今度後ろの方をやっていくんだね。エキゾーストパイプ、テールパイプっていうところですね。じゃあやっていこう。今度こっち側に向けて OK よという指示になった。こうやってこっち側に向けて、ちょっともうやべ、マジでやべ、置き場がやべ。で中身は何が入ってるの、第40、こんな風に書いてあります。こちらですね。おっ、開けて開けて、こっちかな、これを逆でしたね、こっちですね。え、はいはい、こうか、あ入った、パチンと入った。これはビスが1種類しか入ってない。
あのさ、まあ、すっごいどうでもいい話なんだけどさ、まあね、どうせやる暇ないんだけど、モンハンがやりたい。なんか新しくなったのか、なんか新しく出たのか知らないけど、なんかモンハンが、ただスイッチ持ってないんだけどね、なんか出て今頑張ってるって言って、知り合いが頑張ってるらしいんだけどさ、いやそれ聞くと、うわモンハンで、ちょっとモンハンのね、昔のモンハンの話で盛り上がっちゃってさ、まあ自分はね、セカンド G、 まあセカンドから始めたんだけど、セカンド G がもうアホみたいにやってて、まだ当時 PSP でさ、ツレンチにね、 Wi-Fi とかそういうのじゃなくて、こう無線でこうつなげて、ね、連れの家でさ集まって、あのガヤガヤやってたんだけどさ、まあ、なんか懐かしいなとか思いながら、またやりたいなっていうようなね気分になったんだけど、やる暇ないよねっていうねお話なんですけどね。これ中に1とかこう数字が書いてるんだね。1番とこっちも1番とか書いてあるのかな。あ、書いてあった。これとこれを合体させて、これは接着しますって書いてあるから、はい、接着します。もうみんなでさ真剣になってモンハンやってて、当時楽しかったな。そんな一緒にやってた連れとつい最近会ってさ、うん、もうやっぱりみんなやってないね。それぞれみんなさ家庭持ったりなんかしたりしてさ、もうそんなんやっとる暇ねえよみたいな感じなんだよね。まあ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 しょうがないね、こればっかりはね。昔ね熱中してやってた遊びをさ、今じゃなかなかできなくなるっていうのもあるよね。まあでもそれに比べるとプラモってなぜかこうね、未だにできるよね。なんだろう、昔はこうそういうゲームとかね、ガーって、ね、楽しんで、あそうかも、やっぱりそう、昔はなんかそういった反強制的にね、連れとそうやって会って一緒に狩りに出るみたいなさ感じだった遊びが、今じゃね家にいてもできる。だから逆にやりやすい環境になったのかもしれないけど、まあさっき言ったみたいにみんなそれぞれね生活も変わってきてるし、結婚してね子供がみたいなのとかね。だけどなんかこのプラモデルだけはやっぱり未だになんかこうあれだな、自分はずっとやってるな、楽しいんだよね。まあそうだな、周りの影響っていうのは、まあなんだかんだみんなとみんなやっぱりやらなくなってっちゃってね、だん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 その連れとも久しぶりに会ったっていうぐらい本当になかなか会わなくてさ、合わなくなっちゃってね、自然と生活リズムがね、お互いだんだん変わってきちゃって、まあなんかね寂しい気持ちもあるけど、あそれぞれみんな大人になったなみたいな感じだよね。重い、よいしょ。俺はずっと子供のままだ。どうだよ、本当にもうどうなってんの俺って。ずっと自由気ままにやっております。よっと、でもなんかそう思うとやっぱりあれだな、ね、ナブさん自由人だからさ、こうこんな感じで、あの猫と一緒に暮らすのがすごい楽ちん。猫ってね犬に比べて、犬ってもう本当にそうやってちゃんと、まあ面倒見てあげなあかんっていうか、まあそれも猫も一緒なんだけどさ、あのね向こうもそうめちゃくちゃ構ってちゃんな感じじゃないからさ、まあ自由な感じで、お互い自由な感じで、まあでもね仕事から帰ってくると、お前どこ行っとっただみたいな感じでユズがにゃ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 言ってくるからさ、たまこいつ可愛いなとか思いながらね、なでなでタイムが始まるんだけど、そういえばこの前そのね譲渡会でねゆずと出会って、その譲渡会の人にねちょっと連絡して、最近のゆずの
こんな感じですよみたいな写真を送ってさ、ねね、それは譲渡してくださったね方も気には なってると思うからね、ちゃんと元気にやってるかなって言ってね、せっかく譲渡してくれたのにちょっとこうあまり世話してない、ちょっとこうね、だいたい写真撮って送るとさ分かっちゃうじゃない、見慣れた人は。やっぱりあのちゃんと面倒見てあげたりしてるとさ、ね、色つやが違うみたいなさ、多分そんなんだと思うよ。もう毎日ブラッシングして、毎日ね、なで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 して、休みになれば一緒にソファでゴロゴロ 寝転んだりとかさ、かまってあげてみたいな。自分がご飯作ってお片付けしてると、あいつずっと俺なんかこうさ、カウンターのところでさ、ずっとこっち見てんだよね、こいつちゃんと洗っとるかみたいな具合の感じでね、監督がいるんだわ。まあいいあれだね、生きていく上でのいい相棒だよね、ほんとね、動物ペットっていうとね、大事な相棒だわ。楽しいよほんとね、悩まれてる方がいたらおすすめです。癒してくれるよ、やっぱりね、癒してくれるっていうのは大きいね、うん。よし、 OK。 すいませんね、ちょっと手が痛々しくてね、やけどしちゃってね、ちょっと今日びっくりしたわ、普通にやけどした、もうやけどというレベルを超えとったけど、ちょっとやけたと思ったもん、なんか。これよっこいしょ、ほい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 、ちょっと仮止め奥までしっかりまだ入れてない、よっとよっこいしょ、という感じで、どうでもいい話だけど、モンハンやりたいなって一瞬思ってたけど、どうせね、スイッチ買いました、モンハン恥買いました、さあやるかって、ちょっと最初やります、やっとる暇ねみたいな感じで結局やらないんだよね、絶対そう、もう今マジでやっとる暇ないもん。よいしょ、気持ちだけできたよ、ね、プラモデル買うときと一緒だよね、よし作るぞとかも、作る暇ねみたいな、こっちも作らなきゃあっちも作らなきゃみたいな感じで、結果的に無理っていうのが分かる。ということでね、今回これでおしまいなんですけれど、ここが40巻ですね、もうちょっとしたら半分折り返しに行きますね。いやー、もうでもこれでほぼほぼシャーシができてね、マフラーもこうやってついたところで、ここにあるんだね、ここにね今の車はあったりするんだけどね。ということで、またね、次回なんか書いてあったけど、確かこれは次回何とかそういうのは書いてなかった気がするな、なんだね、あ、次回書いてる、次回はプロペラシャフトの組み立てとリアアクセルの取り付けとなっております。まあ画像がないので何とも言えないですけどね。ではまたね、次回アシェットさんからね、きっと提供いただきましたらね、続きやっていこうかなと思うので、またその際ね見ていただけたらと思います。商品に関する、詳しい情報は概要欄に載せてありますのでね、そちらをねチェックしていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、またまた。